っとイライラしてきたのだな。一スバ、スバルも使わん。お世話になりました本当に。お世話になりました。これね、合成できないんですよ。してもその合成しても神経衰弱をそもそも1枚も開けれてないんで、これ進化できないので、星4号で使うってなったら使わんでしょ。そう、進化しないんだよ。進化できないから。進化するならもちろん混ぜるんだけど進化しないからこいついる意味ないんですよね。でしょ、じゃあのでしょじゃあのでしょ。はい、ラック49になりましたスバルは。死に戻ってくるかな明日になったら。全員帰ってくるかなスバル。さあ、おっ、ナミとアシュラだってね。イザナミとアシュラ入ります。すいません、1回ずつご協力いただけたらすごい嬉しいです。マジで本当に迷惑でしかない。ガチで迷惑でしかないなこれ。時代の流れに乗るか。来た6ドロ2体分ゲットしました。ありがとうございます。マジ助かりました。ダウトマジでやばいな。来た180点。すごっ、すごくね。今日打ったパック全部仕事してない。これなどれなかった。10% の確率でいったんちゃう。何これ、みんな 10% 引いてんのこれ。嘘だろこれ 10%。あと1、あ、6ドロしてる。でけえ。アーバロン2体しかも神化だからさ、こいつさ重心力食わねえのよね。うわ嬉しい。あ、マゼロットまた一手間かけさせますな。来たぞアーバロン。やったー、初爆絶強い。ユーブついてバイタルキラーついたらもうそれはアバロンじゃないよねこれね。これは強いよ。こっから大活躍よアバロンさんは。いや、この端末で爆絶するとちょっと感慨深いな。いや、アバロン2体いんのはいいね。これだって普通にアタッカーとして壊れてない。ね、ゲージじゃなくなったのもでかいよねこれ。ゲージ失敗してもバイタルと楽しくが落ちるだけだから。まあ SS はちょっと相変わらずちょっと弱いけど十分だよなこの性能な。もう2年前のガチャゲンよマジでこの強さは。はい、ってことで1時間経ったらしいんでね、24% のガチャを引かせていただきたいと思います。狙うわ。恵比寿来たらガチギレ。恵比寿来たらガチギレっすね。狙うは限定はもう全部壊れなんでちょっとダメです。ちょうどいいやつ、ちょうどいい。 24% しろしろ 24% だよ。 50% 外したんだここで。ちょうどいい。あったかい。すごい、ちょうどよすぎるなんだなんだこのちょうどよさ、なんだこのちょうどよさは。心が温まるぐらいちょうどよすぎるちょうどよすぎる。ただもうショコ1回しかいけないからさ、ショコポイント的に。いやもう普通に前回次の準備するかおとなしく。じゃあ読みゼロ行くってなった時のことをちゃんと考えようか。あ、待って、絶対取るやつにしよう。これ絶対取るよねこいつのために。フォックスメダル、フォックスメダル絶対取るよね。100取るよね。だからフォックスメダル取りに行きます。絶対使うやつ取りに行こう。最強のこの貴族性軍団、最強貴族性軍団がいる。国戦が取ってます。オッケー。ちょっと巴強すぎる。巴がマジ強えな。もうずっと強えこいつ。オッケー。そしてフォックスメタルが手に入ると。オッケー。これニルバーナーもちょっとリーチかかりましたね。水重力反射があと他いればまあ完結でもいいか。最悪、まああそこもニラから取ったら茶番だからな。めっちゃ落ちるやんこれ。もうフォックス4じゃん。フォックス4やこれ。フォックス4、こうなったらフォックス4だ俺落ちすぎやろこれ。さてはいける。なんか非属性のさ重力反射も入れたかったよね確か。リボンのステージがあるからペンペンいいんじゃん。あ、これいけるんじゃね。これちょっと一回いってみっか。足りねえか。いける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 。様子見、様子見にいるバーナーどれぐらいきついか。9万1000だろ。これワンガチでいけそう。頑張ります。あとニルバーナに関して攻撃全く分からん、全く分からん。なんだこれ、アメリカ合衆国のバンドが出てきた。ニルバーナでしょ。おい、モンストつけないと気をつけてください。モンストつけないとアメリカ合衆国のバンドの名前が出てくるんで気をつけて。そうだ、動い出した。これ商店目印じゃん。なんかこれ目玉じゃない、ここじゃないですか。このなんか目玉のさ、中のさ、白いやつがさ合わせてくる。おい、この目印つけたやつ出てこいよ。なんだよ今入れば。ここじゃなかったってめっちゃドラえもんで打ち出してて、これ無理じゃん。純の国体はちょっと重いな。これペンペンだったな。これバールのとこもペンペンだわ俺。倒さないこいつパワーアップとかしかなかったっけ。コーヒーは見せるんだよな。一生勝てないよ。大丈夫？倒せ。どうやったら上倒せるの？どこで加入しろ。いいねいいねいいね。すっごい急に削れたね。最高だね。うわ、そうだ。ボックス1体の重力は武器使うイメージ。重力だけじゃ無理じゃん。じわじわきつくなってきそうですね。結構運ゲーになりそう。ここだってさ、上下分かれてる。そうだよね、上下分かれてるとこだよね。次ほらボックスに頼るしかねえじゃんこれ。でもこれドクロがないやつは大丈夫だ。懐かしい。これでもしか結構痛いんだよね。このドクロないやつは倒さないとなんか毎ターン攻撃してくんだ。これ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 チビ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 ね、いってんだよこれ、倒さないと。でこのドクロがない方は蘇生しなかった。思い出してきた。いいね。いっぱい倒したね。フォックスずらなかったね。3手かかるなあと。で、トンボの逆襲が。ゆうくや。いいね。攻撃力高いね。バールっていう商品。ホーミング18ってなんだろう。どういうか。次が中ボスの下のドクロとの間に挟まれるで、ここはおとなしくまず蘇生しないやつのある程度な動きを通していくんですよね。ではまれるやつではまれればいいから、次はイズナミかな。イズナミもすごいな。ここはまれる。オッケーオッケーオッケー、15秒で、ここから重力が続いちゃうので、蘇生しちゃったよ。うわあ、そこはしょうがないね。うまくないね。いいねですよ。ちょっとでもね、これひだめ次はまれねえな。痛えなひだめ。ひだめ高えな。いやこれペンペンははまれるでしょう。いやこれ耐えれねえぞ。うわー、はまれなかった。あー、ナイス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 。むしろめっちゃいい。ただあのトンボを倒すためだけにめちゃくちゃ能力を使いそう。ミスれねえ。でリボンゾーン着からリボンゾーン。これリボンゾーンは頭雑草くんが倒さないといけない。そう、頭雑草くんは意外とねあれなんだよ。で乳首マシーンも早い段階でやっとかないといけなかった。回復するんだっけ乳首マシーン。ここで火属性がねマジでいないんだよ。ここからきついんですよね。でかすぎるそれ。それガチででかいぞ。懐かしい。ここはまれてたわ確かに。いやこれ安牌できてえな。いや、これ金子の横レーザーなのよね。これ縦で離れるのかな。オッケー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 、次波だろ。いいね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 。フォックスしかも次動くの超でけえぞこれ。うん。ねえ、なんでニルバーナにリボン出てくんだろうね。俺もいまだにわかんない。でこれ右上に行かんといけんのよね、この時点でフォックスさんは。いや無理よこれで右上行くの。でここからこのそのドクロマークとかを倒すとね毒になるんですよね。でその毒が地味痛かった気がする。それだから倒さないか手加減するかをしなきゃいけない。ああミクしてったんだよ。全然削れないね。横ついたな、痛いよ。多数のホーミング放ってる場合じゃないよ。金浜で持たねえな。これ金浜で持たないっすね。いや悩ましいこれ。パック今日 100% パック大丈夫、俺はお前信じてる。パック 10% きた。それ貴様毒まだこれでハットレーになったのでかい。まだいける。これ次耐えれば金が無理。耐えない耐えないですね。鳥 OK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  いいよいいよ、めっちゃ入っとるやんお前。何ゆっくりゆっくり。それこれ長州一郎ワープに入るな。全然違うそれで。じゃあもうこれホックススタートしないと絶対にダメなので。マジかおめえ調子。ホックススタートですね絶対に。何が何でもホックススタートしないとダメこれ。毒やめてくんねマジ。これ大丈夫倒さんこれ倒す可能性あるでしょ。大丈夫か半減のペンペンホームに倒すのいいか。僕の気合いが強いです。右下トンボいるんですよ。で左上にもトンボがいて、で左下にロボット君がいた気がするニルバーナが。なんでどっかに反射してとりあえず頭上に置ければ勝ちです。えいけね。これは勝ったこれは勝った勝ち、これは勝ちです。ありがとうございます。対戦ありがとうございました。ただボックスになる前にヒットポイントを削んなきゃいけなくて、でペンペンが動けないから、えこれまずいわごめん全然だわ。いや逆にもう一周回すってなるかも。じゃあこれはもう置きましょう。いざ何ですかこれ。多数のホーミング放ったらどうなるんだろう。うわハート出ちゃったな。これ多数のホーミング放ったらどうなるんだろう。やめとこう。マジか。いやもうこれ削れない程度。どうしてもこれ絶対メテオ毒性ないな。よし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 、これは OK です。で弱点出す。弱点は関係ないんです。そしてダウンなんですよ。だよね削りすぎちゃうんだよな。ハートなんで湧いたんだよ。いやハート湧いたのガチで OK だったな。いやー、これは多分ヒットポイントも足んないんじゃないかな。マジかよー。ハート開かなかったら完璧なのに、今のマジで完璧だった。もうこれは絶対削れないんで、次のフェーズにいきましょう。なんでボックスをもう次いく。これ超えたいです。確かに打てないんで、ちょっと完璧で、ここでボックスを再配置しなきゃいけない。右側真ん中ですね。いやーマジか、決めたかったなー。ハート分からなかったら完璧でした。今のあんな削れないんですよ、ハート分からなかったら絶対。これ下持ってくるのが無理なんで、まあ右かなー、純粋にな。下持ってけたら最高だね。下配置はこっちからあったよ、このスピードで。バールで一気に配置しちゃう。悩むな。それかもう捨てだな。捨てでこの SS ここで打っちゃうとか。一緒にやるな。まだこれ下入ります。いやくっそー、マジかー、悔しいなー。さっきのまあでも全然まだワンチャンある。あそこでもう右真ん中にもうワープがある時点で結構通じるんだよ。おっ、それ動かなくて済みそうです。あれこれさ、右側にもはまり込んだかった。あるこれあったよね。なんかドクロとの間はまれてる。あ、じゃあここはありなんだ。あー、オッケー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 。それでくれ。さあ、これがワープがもう消えまして、ここからですね。なんか入らないんだよ。ちょっとぴったり止まんないんだよ。臨場だ。大丈夫だ。あ、すごい。これ削れんくね？これ削れねえ。ちょっと待って。削れねえはちょっと考えなかったわ。うわー、終わった。削れんか。おっとペペ。いやー、もうさっき敗因は絶対あれだな。さっきのなあ、さっきのあれだったな。いやーマジさっきのハートがマジいらんかったな。いやでもあれ打ったらどうなってたのかな。ハートの硬直と、いや関係ないな、多分硬直と同じだから、多分同じぐらいしか出ないんだよね。 SS 打ってたらその倍率分ぐらいだから、まあ倒せなかったろうな。ハートヒットストップがマジ痛かったっすね、あれ。ハート。まあでも俺があの角度打たないでまた手換したら、でもあれまた手換するとずれるんだよな。いや、あれちょっと決めたかったよな、気持ち。多分ただ次にルバーナ、これと同じ方法で気持ちよくなれることはもう判明しましたので、大丈夫ですね。で、バールがビビるぐらいいらんですね。バールマジいらん。あそこをペンペンにしたらもうちょっと楽になるんじゃないかな。